前科3班893番ちょいき太郎です。本日のお話は西成の三島組のお話でございます。山県組といえば山口組で、天竜会といえばもう山県組の中核組織であります。で、特にこの県竜会は山県の中でも山県ということで、もう三次団体であるにもかかわらず、もう二次団体以上の組織力を持ち、もう一時は流星を極めたわけです。その中でも、県竜会の中でも、ザ・県竜会っていうのは、この西成の三島組です。四代目山県組、四代目県竜会最高顧問の時に、この三島組長は絶縁処分されているんです。まあその時はちょうど5代目体制から6代目山口組体制に変わって、もう流れが一気に変わったということですね。要は神戸の流れから名古屋に変わった。その中でまあいろいろなことがあって絶縁となったわけです。西成の三島組って言ったらそりゃなんです。私もシャワでは三島組の人間と当たったことはないです。相対したことはないです。ですが刑務所、ちょうどその時は5代目体制から6代目体制に流れが変わった時なんですね。で、私は長く拘置所にいましたから、拘置所ではそういう情報が聞けるわけです。で、刑務所っていうのはそれが変わったのがわからないから、いろいろ大変だったんです。その時っていうのはもう山県組の工場と行動会系名古屋系の工場を分けてた中で、もういざこざが起こる。要するに今までいた人たちはわからないんだけど、新しく入ってきた人たちがやっぱりいろんな情報を入れてくるんで、しかも正確に伝わらないんで、なんだなんだどうなったんだ、もともと山県の人間としてはそんなはずはないと、そんなことはないと、今までの流星極めてって、やっぱり刑務所の中でも鼻息荒いわけですから。ただ変わった事実は事実だからっていうことなんですね。で、私は長くいて、まあその拘置所にですよ。で、もうそういう情報が分かった上で、まあ、ある刑務所のある工場に行ったわけです。そしたら、三島組の人間がいたわけですよ。まあ、紹介されるわけですよ。と言っても、ああ、そうなんですかっていう形になって、ね、シャバはどうなのっていう、そういう話は聞くけどっていうことを、これは、うかつなことって言えないんですよ。正直言って。変わったことで中の人たちはその新しいことを聞いて、そのことに右往左往するけども、私も長くいるんで、あんまり言ったところで、事実を言ったところで、で、実際、三島の組長は絶縁になってるのは私は知ってたんで、ただ、その組織の人間にそれを言うっていうのはものすごい酷なことで、かといって私も、その、情を見たわけでもないですし、中に入っていろんな人の面会だとか手紙とかそういう中で情報で知ってるわけだから、その絶縁状を目の当たりに見てるわけじゃないし、週刊誌にも書いてあるわけだけども、拘置所では入りますけど、刑務所ではそういうものが塗りつぶされて入らないわけです。どうなのって言うけど、いや、間違いなくそういう情報で聞いてるんで、そうだと思いますよって言ったら、いや、そんなはずはないと。三島の組長がそんな絶縁になるわけがないと。今まで何やってもならなかったっていうよりも、絶縁破門者を全部集めてるんですよね、三島組っていうのは。もう普通は引き受けれない人間を。で、三島組の特質してるのは、肩書きがない。じゃあ、あるんだとは思うんだけども、その普通は、まあ私も肩書きシリーズっていうことを言ってて、まあ、頭本部長とか、頭補佐とか、そういう肩書きがないっていうことを言ってましたね。決まってないって。まあ、あるんだろうけど、それを公表してないのかもわからないです。ね、やっぱり、西成の三島だ。山県とも、県竜会とも言わないそうです。もう、西成の三島、それだけしか言わない。それでどこでも当たって、どこでも引かないっていうやり方だって言ってるんで、言ってました。だから、そんなに、この、三島組がなくなるわけがないと。何があってもなくなるわけがない。ただそれは山県派閥の人たちから見ればそうかもしれないですけども、そうじゃないとこから見たらそりゃそうなるわな。今まではそりゃやりっぱなしの、行きっぱなしの、あんな無茶すりゃそうなるよね。筋も皮もひったくれ、ひったくれもないわけですよ。要は通常だったら三島組だと4次団体の組織が2時3時に平気で噛みついていっちゃうわけですから、それはやっぱり山県組、県竜会で渡辺5代目の意向でっていうふうに誰もが思ってるわけですよ。何でもありっていうわけじゃないですけど、そういう流れがあった。でも政治でも国でも
なんでもトップが変わるとやっぱり流れが変わりますよね。いいとか悪いとか言ってるわけじゃないですよ。どっちが、大体そもそもヤクザ社会にいいもんね、正しいもあったもんじゃないって言われやそれまでですけど、それでもやっぱり守るべきものとルールとその組織の中でいろいろな考え方があるわけで、それを正していったんでしょうね、六代目体制は。それに対して結果反発したところが離脱していったっていう形が、この神戸山口組という名乗る組織、そして絆会というふうに分かれていったっていうことの元々発端がそういったことではなかろうかと、今考えればそこなんですね。わざわざ山県組、県流会、そして三島組っていうふうに話をしたのはそういうことなんです。いいとか悪いとかじゃなくて、やはりそこに起因があって、そういう運営の仕方が、ここが元でこうなったんじゃなかろうか。で、結果として処分になったところが、またそういうふうに戻したところでも、今の状態は組織の形をもう成してないというのが、もう現実だと思います。